伊藤住雄の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤住雄さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤住雄の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。プレス機械や周辺装置、バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか？組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤住雄の天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしく。今月は電気自動車とハイブリッド車の未来についておしゃべりしていますが、その中からガソリン車っていうのも入ってきて、このひっくるめた未来ってはどうなのか。先週のこの時間はノルウェーの電気自動車事情、大変興味深かったです。8割がすでに電気自動車になっている。充電などのためのインフラも整備されている。補助金も充実しているので、購入の時だとか高速道路を走る時にも有利であるっていう話を聞いたんですが、気になるのはそれでもやっぱり電気自動車乗ってても次はガソリンにしようかなという国民が結構いるという話でしたね。そうでした。しかも電気自動車の方が下取りが良くないっていう、そうですね、話をノルウェーの場合は、はいはい、っていうことでしたが、まあ、その主な要因になるのがバッテリーのへたり方だと、そうですね、話でしたね、はい。まあ、でも電気自動車の心臓部ですからね、うん、このバッテリーを作るのもいろいろとこれまでも各社が工夫を重ねて長持ちするものとか軽いものを作ってきたかと思うんですけれども、材料がなかなか大変みたいですね。そうですね。その材料の話する前にね、はい、世界的に EV を買っていこうという話に政治的な動きになっておりますけど、はい、例えば我々昔はガラケーの電話使ってましたね。あ、でそれからスマホになりまして、なりました。僕は60過ぎてからスマホ入れようと思ったら、おじさんになってから使えるのって若い人に言われましたけど、やっぱ使えば便利ですよ。いや、もう今だからもう二度とガラケーには戻れないっていういい商品ですね。伊藤さん今80歳になりましたけど、はい、もう使いこなしてそうですね、僕と時々 LINE でメッセージを交換するぐらいですからね。めちゃめちゃ自然ですよ。だから先週言いましたが、そのガソリンから EV に変えた、はい、二度とガソリンには戻りたくないということで、やはり EV がいい車ってなりますが、あ、でも実際にはそうなってない。もうそうじゃないと、 EV 先進国のノルウェーであっても、ということは先ほどゲンさんが言いかけたバッテリーの材料ですか、はい、リチウムがですね、今年の新聞ではなんか15倍に値上がりしたとか。ベラボーですね。ベラボーですね。でそういうことを見ると、将来その EV にずっと乗ろうと思ったら年々高くなるんじゃないかなっていうような心配がユーザーにはどうしてもあると思います。いや確かにね、うん、ガソリン車でも原油価格のありましたね、アップダウンっていうのはありますから、そこに影響されないわけじゃないですけど、そうそうそう、15倍っていうのはちょっと、いやそれが原因ですね。そのリチウムは15倍ですけど、リチウムとコバルトがいるんですよね。コバルトは、コバルトがまだこれ希少金属といいますか、はい、まあ、ほとんど今アフリカのコンゴしか出てないんですけども、コンゴ共和国、はい、中国とな目がいいですね。その鉱山を買い占めましたね。食い込んでるんですね、中国が。だからこれも当然数年もすれば、あるいは今現在世界で100万台か200万台か何千万台となれば、この材料が予想もつかないような値上がりっていう心配をせないけないような感じになりますね。しかも一国が握ってるっていう風になると、うん、結構意のままに価格を操作できたり、そうそう、それが日本ならいいんですけど中国ですからねなかなかこう物を言わせてっていうようなところも
考えられる部分ではありますよね。だからそういった値上がり、これから希少金属の値上がりとバッテリーが年々劣化していくこととか、下取りが安いとか、まあ、そういった話がありますと、やはりユーザーはちょっと引きますよね。だから豊田社長が、ね、テレビで聞いた話は、その国や政治的にこの車を買えって言うもんじゃないと、あくまでもユーザーが選ぶものだっていうことをおっしゃってみましたけど、本当にその通りだと僕は思いますね。そのための物差しっていっぱいあればあるほどいいと、うんね、僕も素人だから思うんですよ。選択はないです、今は EV と言われたら。だから、うん、例えばね、うん、より安い方がいいとか、はい、より壊れない方がいいとか、そう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 、より燃費のいい方がいいとか、いい、ね、車を選ぶにはいろんな物差しがあるはずなんですよ。あります、国によっても変わりますね。これよりかっこいいとか可愛いとかでもいいじゃないですか。そう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 、こうやって選べる喜びっていうところが、まあ、これは消費者から見た場合ですけど、うん、メーカーにとってはいい競争力になっていくわけですね。そうなんですよ。おっしゃるようにいいものを並べて選ぶということですけど、僕は長年人生しておりますけど、国が世界がこういうものを買えっていう今回の EV の話は初めてです。逆に言うとうまくいかないでしょう。政治というものがこういうのを作って買え、うんうん、それが売れた歴史ってあんまりないですよね、はい、これ共産国家ならいいですよ。ほとんど自由主義国家でたくさん売れる車をこのような売り方で僕は続くわけがないというふうに見ておりますけどね、うん、それやっぱり伊藤さん自身が伊藤製作所というところでものづくりを通して、当然その作ったものが自動車に役立てられるっていうものもいっぱい作ってこられましたから、めちゃめちゃ実感こもりますよね、はい、あ、そうですか。でしかもね、EV になれば仕事が3分の1半分に減るとかっていう話がありますね。で当社も自動車の部品結構多いんですけど、たまたま EV の車が増えれば当社の部品は結構減るどころか増える方向にありますから、ほう、当社にとって都合悪いから EV がいいとか悪いとかっていう、そんな話ではないんですよね。ただやっぱり自由な競争というものが阻害されるっていう要素が実は電気自動車には問題点として残ってるんじゃないかと。これだけ自由、世界中が自由になった国でこのような買い方を進めてもうまくいくわけがないというふうに思いますね。さあ、このあたり踏まえて、はい、来週のこの時間は電気自動車、ハイブリッド車、ガソリン車、うんうん、などなどいろいろある中で、まさに日本の自動車業界、はい、日本のものづくりの未来を考えています。はい、そうですね。はい、わかりました。金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は、自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。